京浜急行バス高速バス H5703 京浜急行バス株式会社は、京急グループのバス事業者である。京浜急行電鉄の完全子会社。京浜急行電鉄のバス事業部門の承継を目的として、2003年4月に設立され、同年10月1日に営業を開始した。子会社の東洋観光とともに、 京浜急行バスグループを形成している。路線バスの営業範囲は、東京都南東部から神奈川県東部の三浦半島にまで渡り、品川、横浜などと、全国各地を結ぶ高速バスや、アクアライン経由路線、羽田空港のアクセスを担うリムジン路線も数多く運行している。京浜急行バスは2003年に設立された会社であるが、ここでは、 前身の京浜急行電鉄、京浜電気鉄道のバス事業を含めて記述することとする。京浜急行の前身である京浜電気鉄道がバスの営業を始めたのは1927年のことである。最初の路線は八丁縄手駅川崎住宅地間であった。もともと京浜電鉄は1922年以来、 自社の鉄道に沿った形での景品間連絡をバスによっても行うべく数度にわたり路線免許の申請を行っていたがすでに高輪6号館の旧国道上には東京乗り合い自動車が運行しており認可はなかなか降りなかったそこでまずは競合のない川崎市内において運行しバスの営業実績を作ることを優先させたのであるこの頃東京府内では 鉄道沿線の大森町や、蒲田町から森ヶ崎高線への足として、人力車や乗り合い自動車を運行していた都南自動車商会と森ヶ崎人力自動車の競争が激化していた。京品は国道線免許獲得への種まきを狙って、両社間の調整に割って入り、1928年、両社を統合した会社梅森自動車を誕生させる。 翌1929年に、京浜間連絡の足掛けとなる高輪6号館新国道経由路線の認可をようやく得ることができ、同年10月より営業を開始した。また、この年には、鉄道の大師線に並行する、古谷達造経営の川崎駅、大師間を継承し、穴森線に沿った蒲田稲荷橋間にも、路線を設けている。さらに、 翌1930年に東京乗り合い経営の旧国道上の路線も譲り受け、この地域における営業基盤を確立した。その後、国道線の横浜方面への拡張を進め、1932年4月に生麦まで開業するも、その先は横浜市電と競合することから免許を得ることができなかった。 このため、委託契約により横浜市の免許区間に乗り入れを行うという苦肉の策を取り、ようやく、京浜間の連絡を果たすことができたのが、同年10月のことであった。以後、京浜電鉄バスは、川崎、蒲田周辺を中心に、路線拡充を図り、1933年、蒲田乗り合い自動車を参加に収めると、1935年、梅森自動車も、 正式に、京品3回でした。1941年、京品は、湘南電気鉄道と湘南半島自動車を合併、横浜市杉田と鎌倉市を結ぶ線から、南の三浦半島のバス路線をほぼ一元化した。以下、この2社のバス事業について触れる。湘南電気鉄道のバス事業京品電気、鉄道積極的に自社の鉄道沿線に、 路線網を確立していったのに対し、湘南電気鉄道は、用のとなる道経営が不安定だったため、1931年に、浦賀駅、ペルリ提督記念公園館で、バスの経営を始めてはいたものの、ごく小規模なものでしかなかった。そればかりか、線に、バス事業者が乱立し、鉄道の乗客を奪われかねない状況であった。その中で一大脅威となっていたのが、 横須賀自動車である。横須賀自動車は、横須賀市内におけるバス事業者の無意気な競争を抑えるため、1925年に2社の合併によって成立した会社で、路線は横須賀駅を起点に、美和、山下、堀の内方面などに伸びていた。その後、周辺事業者の買収や、路線延長を進め、昭和初期までに、宝刀、上宮殿、三崎、 富岡、葉山などにエリアを拡張、さらに冒険会社であったタウラーズ間の湘南乗り合い自動車、横須賀駅浦賀町芝府間の半島自動車を1932年に合併するなど、湘南電気鉄道の沿線においてバス路線の統合を進めていた。同社に対しては、京浜電気鉄道社長の持月軍志郎が1933年に株式を取得し、 役員の改選を行って経営権を掌握した。その後、路線を宝塔から、絹ヶ笠まで伸ばして、絹ヶ笠公園への夜桜見物客を誘致し、1935年には、横浜駅桜議長磯後、杉玉に路線を持つ横浜乗り合い自動車を、合併、1936年に社名を、湘南乗り合い自動車に改めるなどして、発展を続けた。この間、 経営が軌道に乗り始めた湘南電気鉄道は、もち所有の株式を譲り受け、1937年に湘南乗り合い自動車を合併支持者に、自動車部を設置して、事業を継承した。湘南半島自動車湘南半島自動車は、現在の京浜急行バスのうち、鎌倉から三浦半島にかけての路線の基礎を築いた事業者である。 京浜電気鉄道は1929年に三浦半島でバス事業を開始するにあたり三浦半島一周自動車を買収し半島一周自動車運輸紹介の名の下で図紙駅三崎町海南三崎町横須賀間の営業を開始していたその後同紹介は半島自動車として株式会社化され1938年三崎に本拠を置く 臨海自動車と鎌倉周辺で営業していた鎌倉の合自動車と合併することとなる。これにあたり、三社それぞれが解散し、各事業を継承すべく新たに設立されたのが湘南半島自動車である。同社は、その後、1940年に三崎横須賀、三崎浦賀間で営業していた三浦自動車を合併、翌41年には、 日本自動車道を合併して、両者の路線を継承した。日本自動車道は1930年の設立で、大船江の島口間の自動車専用道路、鎌倉山の分譲住宅地とともに、大船駅江の島口間、鎌倉山から大仏前館、及び鎌倉駅周辺における、バスの経営を行っていた会社である。なお、湘南半島自動車と、 日本自動車道の合併は、鎌倉周辺における交通統制を図るため、両社に、江ノ島電気鉄道、東海道乗り合い自動車を加えた4社の合併を、前提に議論されたが、京浜電気鉄道が猛反発したため実現に、至らず2社にとどまったものである。京浜急行バスの子会社として、東洋観光株式会社がある。かつては分離市会社の羽田京急バス。 横浜京急バス、湘南京急バスの3社と、バス事業を撤退した京急観光バスを子会社とし、合計6社で京浜急行バスグループを形成していた。なお、川崎鶴見臨行バスは、設立時の事情から京浜急行電鉄の完全子会社となっており、当社参加の京浜急行バスグループではない。分離市会社の発足と再統合をかつては、 以下の分離子会社が存在したが、三社とも2018年4月1日付で、京浜急行バスに吸収合併され、解散した。羽田京急バス株式会社横浜京急バス株式、会社湘南京急バス株式会社分離子会社が、設立された直後は、京浜急行電鉄直営であった路線バス部門を、最終的には、羽田京急バス、横浜京急バス、 湘南京急バスへ移管し、京浜急行バスはこれらの管理統括会社となるという東武鉄道が取ったのと同一の手法を採用する予定であった。しかし実際は、古会社3社からも京浜急行バス本体への乗務員登用制度があり、推薦された乗務員が本体へ転籍しており、完全移管はかなりの時間を要すると見られていた。さらにその後、 運転手不足や管理部門の重複などの非効率を理由として一般路線の子会社への完全分離は不可能との判断がなされた。2017年10月20日、京浜急行バスはグループ運営の簡素化による業務効率の向上及び内部統制と営業力の強化を目的として分離し、会社3社の吸収合併を発表を。分離し、会社3社は 2018年4月1日付で、京浜急行バスへ、九州合併されて、解散、消滅会社となった。営業所は都内に3カ所、神奈川県に10カ所の、計13カ所ある。このうち京浜等営業所と、新小屋数営業所は主に空港リムジンや、高速路線を担当し、その他の営業所は主に一般路線を担当する。所属車両の判別等のため、 営業所ごとに、英字の略記号が設けられている。ここでは、京浜急行バスの前身各社及び子会社だった、羽田京急バス、横浜京急バス、湘南京急バスについても合わせて触れることにする。大東急時代戦前、1941年頃の営業所は、京浜電気鉄道の品川、増敷、川崎、湘南電気鉄道の横浜、田浦、 平坂、絹笠、堀之内、浦賀、湘南半島自動車の寿司、三崎、鎌倉、大船の計13カ所に梅森蒲田自動車本社を加えた14カ所であった。東京急行電鉄成立しばらくは営業所の配置は変わらなかったが、1942年までに品川営業所が高輪営業所に変更されている。 なお梅森鎌田自動車は同年中に遅れて東急に合併し、同社の機構は、増式営業所に吸収された。1943年には、横浜営業所を杉田営業所に、増式営業所を鎌田区工事屋町へ移転した上大鳥居営業所に、それぞれ名称を変更し、大船営業所を鎌倉営業所に統合した。また川崎営業所は、 旧東横電鉄のバス営業所だった小杉営業所に統合され、川崎の名前は小杉が引き継いだ。1944年に入ると、高輪営業所が廃止され大鳥居営業所に引き継がれたほか、浦賀営業所が栗浜に移転し栗浜営業所と名称を変更した。前年に移転解消した大鳥居営業所は建物を疎開することとなったため、 かまたく東六号に移転指名称を雑式営業所へ戻した。なお詳しい時期はわからないが、この頃、田浦営業所及び平坂営業所が、堀の内営業所に統合されている。終戦後、雑式営業所は、高輪営業所へ変更され、大東急解体前年の1947年には、川崎が、旧東横電鉄由来の神奈川営業所を吸収し、 東急からの分離独立を迎える。川崎営業所をめぐる複雑な経緯この際に、川崎営業所については、元々の所管路線であった川崎住宅地線が、戦時中に休止されていた上、東急から免許を継承した京浜急行電鉄も、自社での再開を見送った。京浜急行電鉄発足直後の1948年12月、折からの財閥解体もあって、 朝の財閥系だった川崎鶴見臨行バスの株式を京急も取得して経営に参加し1954年に臨行バスは京急の子会社になったが京急は現在の川崎区内にあたる東海道線以南のバス路線について都内直通などの一部を除いて臨行バスに任せる意向であったとされるこれにより川崎住宅線は 林港バスの営業範囲となり、京町循環線として再開される。さらに、八丁縄手駅始終儀だったのを、国鉄川崎駅まで延長、川崎市民の重要な足となった。なお、川崎営業所の名称を継承した、東京急行電鉄川崎営業所は、1992年の古会社化で、東急バスに分社した後、2010年10月に閉鎖され、 路線は、高津営業所と東山電営業所へ移管されて、現在に至る。京浜急行電鉄時代1948年の分離独立時、高輪営業所は、品川営業所に名称を変更し、杉田営業所は堀之内営業所へと統合された。また同年、三浦営業所が新設され、絹笠、栗浜、三崎の各営業所がその支所となった。 しかしこの体制は長くは続かず、1954年に三浦営業所は廃止され、絹笠と三崎は営業所へ、栗浜は三崎営業所栗浜市所へと変更されている。また、業務の効率化を図るため、1952年に増式奏車場及び杉田奏車場を開設した。一方都内の営業所については、 名称変更や統廃合が頻繁に行われた。まず1954年に品川営業所が東京営業所と名称を変更し大鳥市所を置いた。その後1959年には東京営業所を鎌田営業所と名称を変更し大鳥市所を羽田営業所に昇格させている。1964年に六五営業所を新設し、 か田営業所は、増式車庫となった。しかし、1970年の大森営業所、新設後は徐々に所管路線を減らし、1973年に、六五営業所と増式車庫は、大森、羽田両営業所へと統合された。神奈川県内については、1959年に、杉田が営業所として復活し、 栗浜も1963年に営業所に昇格している。杉田営業所は、その後1971年に横浜営業所に名称を変更するも、1978年の追浜営業所新設の際、社庫に降格した。また1987年には、農民大社庫が開設され、追浜営業所の所管となった。社庫に降格した。 すぎたも1990年に、再び営業所に昇格し、横浜営業所となり、農民大車庫も横浜営業所の所管となった。都内では1994年に、羽田営業所京浜当車庫が開設され、1998年より、独立して営業所となった。京急バスグループ時代平成も2桁に入ろうとする、頃から、 京浜急行電鉄はそれまで直営していたバス事業の分社化に乗り出す。そして新たに設立された子会社に営業所及び路線が移管されていった。まず、羽田営業所が1999年より京急バス東京営業所へ路線の移管を開始し、ついで横浜と堀内が子会社の横浜京急バス過ぎた営業所。 横須賀京急バス堀内営業所に、それぞれ一部路線の異常と運行の一択を開始した。2003年には、横浜営業所の廃止に伴い、管轄下にあった、農民大社庫が営業所として独立したが、その農県内営業所も2005年に、横浜京急バスに移管された。その後も子会社への業務移管の進捗に伴って、営業所の新設。 廃止が頻繁に行われている。2007年3月18日に、首都圏の私鉄、バスなどで使用できる IC カード乗車券、パスモのサービスを順次開始し、2008年12月時点では、京浜急行バスグループ一般路線の全営業所に導入されている。なお、東日本旅客鉄道などが発行するスイカも利用できるが、 カード右下の電子マネー機能が付いていることを示す、追加マークが明記されていないカードはバスでは使用できない。2012年4月16日に夜間都市間高速バス並びに横浜駅、新横浜駅発着のリムジンバス運用効率化のため新小安営業所が開設される。これは羽田営業所の事実上の移転であった。 同年11月30日の出発便をもって、羽田営業所は閉鎖となり、翌12月1日より、担当路線は玉月で、京浜島、新小安の両営業所に引き継がれた。ただし、品川シーサイド駅、大井町駅線だけは、羽田京急バスに移管された。この時の羽田営業所跡地は、 羽田京急バスへの運行委託車両や高速バス、リムジンバス等の共同運行先車両の留置に引き続き使用されている。2014年4月現在、京浜島、新小安両営業所には一般路線バスの配置は行われていない。2018年4月1日、横浜、農美大、追浜、堀内、鎌倉の各営業所が、 子会社から京浜急行バス本体に復帰し、羽田京急バス、東京営業所は、京浜急行バス、羽田営業所となった。京急の高速バスは、1986年に運行を開始した、ノクターン号に始まり、全国各地へ路線を運行していたが、京浜急行バス発足後、子会社の羽田京急バス、京急観光バスへ、路線の譲渡を進めた結果、 京浜急行バスが運行する高速バス路線は、発足当初と比べて大幅に減少している。また、近年では撤退も相次いでおり、路線が増加傾向にある、空港リムジンとは対照的で縮小傾向にある。なお、京急観光バスの営業終了、会社生産に伴い廃止、撤退路線が出ているほか、一部路線が、 京浜急行バスに復帰していたが、2021年3月15日を、もって、ノクターン号と、ビーム1号の撤退、キャメル号の廃止、エディ号の運行休止に伴い、京浜急行バスが運行する長距離高速路線は、全廃となった。京急側の使用車両は原則として三菱不走の、エアロクイーン独立三列シート車であったが、2013年春より、 日野自動車のセレガスーパーハイデッカーが納車されていた。京浜急行バス本体が運行する高速バスは全路線で新小安営業所が担当していた。なお、運行開始当初は路線ごとに車体カラーが異なっていたが、現在はキャメル号で採用された風をイメージした高速カラーに統一されている。廃止、撤退路線、内は共同運行会社。 近県へ向けての高速路線は以下のものがある。現行路線東大木島線と浮島線は非祝日は運休。横浜幕張線は幕張メッセでイベント開催時のみの運行である。横浜水戸線は2006年1月28日に開業した路線であり、共同運行会社ではベイライナーみと横浜号の相性を有したが、 京急側では案内所を使用していない。印の路線はパスもスイカが利用可能。旧廃止・撤退路線1997年12月に開通した東京湾アクアラインを使用し、横浜、川崎、羽田空港木更津線の開業を皮切りに路線を展開している。なお、以下の他に羽田空港発着、経由の路線があるが、 これについては、空港リムジン路線千葉県方面を参照のこと。現行路線印の路線はパスもスイカが利用可能。撤退路線京品急行バスの顔と言えるのが、空港リムジン路線である。鉄道線の営業エリアでもある羽田空港を拠点に、路線を展開している。横浜成田空港の路線もある。一部路線では、早朝便と夜間、 深夜便の一部は国内線ターミナルを経由しない。印の路線はパスもスイカが利用可能。東京都内発着都内発着路線は以下の通りである。自社の乗り合いバスエリアを発着する品川、新橋線の深夜便のみ単独運行。神奈川、静岡県方面神奈川、静岡方面への路線は以下の通りである。横浜線は 現在の空港リムジンバスが発達するはるか昔の1968年12月に開設された古山路線で現在でも他の路線に比べて本数が多い。また大船、藤沢線は1995年開設で空港リムジン路線の中では古山の部類に入る。千葉県方面千葉県方面へは以下の路線が運行されている。千葉線には 海浜幕張地区を通過、及び一部停留所のみ、停車扱いとなる、急行便がある。房総半島方面のバスは、アクアライン経由。埼玉県方面埼玉方面への路線は、以下の5路線。茨城県方面茨城県へは、つくばへの1路線が運行されている。山梨県方面山梨県方面は、以下の2路線のみである。トイレ付き車両で運行される。 成田空港発着成田空港発着路線は横浜を起点とする以下の1路線が運行されている。横浜成田線の一部は港未来21地区発着となる。首都高速湾岸線混雑時には東京湾アクアラインを経由する場合がある。トイレ付き車両で運行される。かつて運行していた空港バス路線系品急行バスでは横浜駅。 新橋駅を起点に、以下の深夜急行路線を運行していた。いずれも1989年11月に開業し、当初は品川駅を経由しなかったが、後に経由するようになった。両路線とも、パスもスイカが利用できた。全便が廃止となっている。長距離高速バスリムジンバスなどの観光系は三菱、不創性が6から7割ほどを占めているのに対し、 路線バスでは、イスズ自動車の大型バスの大量投入と、車種選択において、両者で大きく異なっている。2000年代以降は、バス車種の統合や OEM 供給が増えたが、京浜急行バスグループでは、車両をメーカーへ改善要望を伝えやすくするため、基本的に、シャーシエンジン製造元の会社から購入する方針を取っている。その方針もあり、 三菱不装、エアロスター S や、日産ディーゼルスペースランナー A などの三菱不装や、日産ディーゼルの OEM 供給車は、導入されなかったが、イスズエルガとの統合車種である、日野、ブルーリボン2や、イスズエルガミオとの統合車種である、日野、レインボー2は、主に従来日野車をメインに導入していた横須賀市、三浦市の営業所を中心に導入されている。かつては、 様々な特徴的な車両が在籍したが、近年では、メーカーの標準仕様を中心としており特筆すべき、ものは限られる。抵抗会社はそれほど多くはないが、ハイブリッドバスや、CNG バスが導入されている。車体更新工事、京急ファインテック、金沢事業所で、既存車両の車体更新工事も、製造からおおむね7から8年程度経過した車両を、 対象に行われている。主な工事内容は、内装、床面の張り替え、座席及びモケットの交換、ポールのゴム取り替え、校車ボタンの交換、吊り革の交換などのほか行き先表示が、方向幕の2002年度前期導入者までは一部を、除いて、LED 式の表示機に交換されている。この車体更新工事により、京浜急行バスでは、古参者においても、 新車と比較しても、遜色のない車内設備が保たれているのが特徴である。ここまで大規模な更新工事を、現在も受けるのは、他に関東バスなどのみである。カラーリング一般路線バスのカラーリングは、銀色地で上部に赤帯、下部に水色を入れた塗装で、京浜急行バス本体所属の車両は、総庫の赤帯に、京浜急行バスの文字が入る。 子会社所属の車両は、水色塗装部分の車体広報下部に、羽田京急バス、横浜京急バス、湘南京急バスのいずれかの文字が入るが、2013年以降は、京浜急行バス本体所属の車両と、同じく総庫の赤帯に文字が入っていた。2004年度後期及び2005年度前期の、羽田京急バスのイスズエルガも、当初は、総庫の赤帯に文字が入っていた。 リムジンバスと空港シャトルバスのカラーリングは白色地に赤いラインをまとい、京急リムジンの文字とカモメのマークが入る。これは1979年に運行開始した横浜成田空港線専用車で初めて採用された塗色である。なお過去には1988年度車の一部に、 ベージュに黄色でリムジンサービスの文字が入った東京空港交通の色違いも存在した。長距離高速バスの車両は白色地に赤、オレンジ、青の3色のラインが入る。このカラーリングは京急ボニー号でも採用され小型路線バスにも使用される。小型車には路線バス標準カラーの車両も存在する。高速、観光系の車両は 長距離高速バスからの撤退が相次ぐ一方で、リムジンバス路線の新設や、アクアライン高速バスの活況が続いていることから、増車が続いている。高速バスでは、運行開始当初のキャメル号やビーム1号、エディ号などで、日野自動車製が導入された一時期を除いて三菱、不装で統一されていたが、2013年春より、再び、日野、セレガが投入されている。 また絶対的な台数が減ってきている。一方で、リムジン車は増車が続いており、その中で比率が高かった、三菱不創生以外からの購入が増え、椅子図、日野、UD トラックス社も在籍している。ただし前述の方針にのっとり、椅子図、日野のバス製造事業が統合された後は、椅子図からの購入はなく、日野から購入している。 また UD 製の車両は、数台の在籍に過ぎず、三菱不装を、UD のバス製造事業が、総合 OEM 供給に移行後は、UD からの購入はなく三菱不走から、購入していた。そのため現在は三菱不走、日野自動車の2社からのの購入となる。なお、アクアライン高速バス、中距離高速路線、深夜急行バスでも、空港売り無人車が使用される。 リムジンバスの車両はハイデッカーが中心で、一部にはスタンダードデッカーの車両が在籍するが、これは主に車高制限のある路線向けのものである。一時期は貸切車から空港リムジンバスに転用された車両も存在していた。高速バスではスーパーハイデッカーの車両が中心となっている。ワンロマ車1999年までは路線。 貸切兼用車が投入されており、貸切カラーとなっていたが、その後は空港リムジンバスの古参車が、この役割を果たすようになってきたため投入されていない。晩年のワンロマ車は、残りの大部分が貸切登録となり、横浜系急バスの農兼代や追浜営業所に集められていたが、2013年頃に羽田空港直行線を除き全廃されている。 現在は、羽田営業所の三菱不創生蒲田駅、羽田シャトル用ノンステップ車、元東大木島線用ワンステップ車で、羽田営業所の三菱不創生特定登録車、追浜営業所の UD トラックス製貸し切り、登録車が事実上唯一のワンロマ車となっている。大型、中型車ャイスズ k e d m N 金沢文庫駅周辺の境愛路線で、 運用されていた強幅車路線車の内小型車を除いたものはかつては国産ディーゼル4メーカーから購入し営業所ごとに振り分けが決まっていた中型車も営業所ごとにメーカー車種が分けられていた1960年代後期から1970年代前期にかけては純正車体と富士重工製車体が混在していた イ須津製の大型なロー車や中型車は、1984年度後期から1989年度まで、富士重工製で導入され、都内の羽田や神奈川県内の横浜や農見台、追浜などに配置されていた。鎌倉では、イ須津車が、富士重工製車体で仮装されていた。富士重工製のイスズ車は、鎌倉の他、追浜など、神奈川県内の営業所や、 転属により、都内の大森にも配置されていたことがある。また、伊スズ製の空港織無人車や兼用車も当初は、富士重工製で導入され、京浜島や羽田に、兼用車は、羽田にも在籍していたが、ガーラへの移行後は、初代ガーラなど、伊スズ純正車体の車両が導入された。共愛路線にはかつて、伊スズ製の大型な老車が用意されていたが、 1987年度以降は、それに代わり、車内で、ナローと呼ばれる、中型車が、イスズを中心に、ヒモや UD 製で導入された。中型車は、スペースランナー RM も導入されたが、2016年に、全廃となった。また貸切登録者には三菱不走、エアロミディ MK のトップドア車も在籍していたが、 すでに除籍されている。現在は、イスズエルガミオとヒノレインボーが配置されている。2000年頃からはそれまで、大型車を使用していた営業所にも、輸送人員減少に対応したダウンサイジングとして、中型車が入り始めた。また9メートル大型バスや10.5メートル中型ロング車も、導入された。その後は、 自動車排出ガス規制強化による車種の集約により、大型車が再投入された営業所もある。生産台数の少ない車両からも選択が行われることがあり、大型9メートル車の日産ディーゼルスペースランナー RP が導入された。当時の排出ガス規制の車両は、全国で25台ほどしか生産されていない。2000年代に入りメーカー選択や、 車種の調達が見直され、大型車は、イすズ、中型車は日ノもしくは日産ディーゼルとなっていたが、UD トラックスのバス製造販売が終了した2010年以降は、三菱不走からの購入も一部再開し、杉田、農見台、追浜の各営業所に一台ずつ三菱、不走エアロスターが導入されるなどの動きが生じた。大型車のホイールベースは4.8メートルを、 基本としており、5.3メートルの車両は、首都高速走行路線や、羽田空港ターミナル間無料連絡バス用途などの、特殊な路線環境向けにしか投入されていなかったが、J バス製の椅子新型エルガと日の、新型ブルーリボンでは、メーカーの標準仕様変更や、ホイールベースの集約により、一般路線用でも5.3メートルで、導入されている。 2016年以降はほぼすべての営業所でノンステップバスのみが投入されている。図紙は中型車のみであったが、J バスがワンステップ車の製造を中止したこともあって、近年では図紙にも大型ノンステップ車が導入されている。大森、羽田、杉田、木笠、栗浜には日のブルーリーボンシティハイブリッドも数台在籍する。小型車日の リエッセやポンチョなど、車内で、マイクロと呼ばれる小型車も一部路線で導入されている。特定車や貸し切り登録車には、三菱不走ローザや日のリエッセ2、日産、シビリアン、トヨタハイエースコミューターなどの車種も用意され、大森や、横浜京急のお県大、横浜京急追浜などに配置されている。1979年12月3日に、 横浜シティエアターミナルが開業したが、当時のイキャットは、ポートサイド地区にあり、横浜駅からは、離れていた。そのため京急は、翌1980年5月11日から、横浜駅東口とイキャットを結ぶ直行バスを、運行開始した。この際にシャトルバス専用車両として、日産自動車製マイクロバスの初代シビリアンが2台、用意された。 シビリアンは導入当初は青色だったが赤白で KHK のロゴマークが入った貸切塗装に塗り替えられ車体側面後方にはイキャットの文字も書かれた。また旧羽田空港駅が羽田空港から離れていたことから羽田空港の沖合移転計画が具体化した1980年代には狭い駅前広場に入れるマイクロバスで羽田空港駅と 空港ターミナルを結ぶ連絡バス輸送を開始。専用車として、イスズ・ジャーニー級が採用され、1984年に PMR112 回が導入された。しかしこの車両は1扉だったことから、1988年には、前後に扉の PMR112D に代替された。1988年式車は専用塗装が施され、 京急ビーグルの愛称が付されたが、後に赤白の貸切塗装に塗り替えられた。1988年式、京急ビーグルの車両は、廃車後、ウ田デン観光バスに譲渡され、ほぼ京急時代の赤白塗装のままで、別所温泉大学前駅の循環バスに使用された。1995年10月16日、京急では、初のデマンドバスとして、 鎌倉営業所管内で運行開始した京急ポニー号では同年8月に発売されたリエッセが専用車として5台導入されたが、これはリエッセの路線バスとしての日本初の稼働例である。京急型ワンステップバス試作ノンステップバススーパーワイドドア車三菱不走 エアロスター H5670K 級型ワンステップバス日のブルーリーボン E4531K 級では路線バスの低床化に早い時期から積極的に取り組んできたことが特筆される。三菱自動車工業と名古屋鉄道が1984年11月に共同で試作した初のワンマン運転対応の本格的なノンステップバスを名鉄で好評であったことから 1986年に一台導入し羽田営業所に配置。関東では初導入である。なお、h 5 6 7 5号車は、京急仕様のスーパーワイドドア車で導入された。このノンステップバスは、高価な試作車であったため普及には至らなかった。1988年に、日野自動車とワンステップバスを共同開発し、日野、 ブルーリボン2ステップをベースに安価なワンステップ車の量産と普及を試みた。これは、京急型ワンステップバスと呼ばれ、その後のワンステップバスの構造はほぼ京急型、ワンステップバスがベースとなっている。なお、京急型ワンステップバスは、京浜急行電鉄が提唱した故障であり、京浜急行バスの公式ウェブサイトにも記載されていた。日の自動車以外の、 各メーカーも同種の車両を製造し、当初は改造扱いであったが正式に形式認定され、ワンステップバスの普及に大きく貢献した。各社の京急型ワンステップバス車種は以下の通り。これらの車両は各営業所に配置されたほか、京急グループの川崎鶴見臨行バスでも使用され、後のワンステップバス市販化に大きな影響を及ぼした。 スーパーワイドドアスーパーワイドドアシャイスズキュービック M1414 過去の珍しい独自仕様としてスーパーワイドドア車が挙げられるこれは乗降時間短縮のため中扉2枚をワイドにして両開きにしたもので日本で唯一の本格採用例である1983年度以降日野自動車を除く3メーカーの車両が大森営業所に配置された当初は UD 車のみであったが、1988年度以降は、椅子図を中心に、三菱不装を導入し、UD は1993年度の2台が最後となった。この他追い浜にも UD 車2台が配置されたが、これらは1989年に大森へ転属している。スーパーワイドドア車の中には京急での助籍後、 地方のバス事業者へ移籍して使用された車両も存在する。その後、四枚折戸が普及したことから、京急の車両も四枚折戸へと移行していった。2000年以降は、都内営業所や横浜市内営業所では原則として、ノンステップバスのみの導入になり、四枚折戸から引き戸へ移行した。その他の神奈川県内営業所及び、 横浜市内の農県代営業所では、後乗り前振りの路線が大半で、4枚より移動、採用するメリットが一部路線を除き薄いため、栗浜営業所と三崎営業所に、長尺ワンステップの4枚より、戸車が配置されているのみとなっていたが、すでに全車除籍されている。林道号ファンタスティックバスは、鎌倉営業所に、所属の林道号で、日野自動車のシャーシを、 東京特殊車体で仮装していた。2008年度には2台メリン道号が導入されたが、これは、日のレインボーツーノンステップをベースにオートサービス関西で改造された車両である。その他の仕様現在は、メーカーの標準仕様に近い車両を投入することが多くなったが、かつては珍しい仕様が多々見られた。路線車は、後部標識等は、 標準のものの他に、部に上がウィンカー、下が、ブレーキー明かりの角型のものが左右に一個ずつ、付けられていた。モノコック末期から、スケルトンボディ初期に、イスズ車や日ノ車で、上の蛍光灯を斜めに設置する例が見られた。また、三菱不走のモノコック末期のワンロマ車は、フィンガーシフトを採用していた。1984年頃から、 停留所の着発時や右左折時、狭い道路や通行量が多い道路の走行時などに注意促進のため、レゾナントシステム図製、ウィンカーチャイムを装備している。キンコン、キンコンという音が鳴るもので、京浜急行バスの特徴の一つとなっており、グループ会社の川崎鶴見臨行バスのほか、近年では、相鉄バス、東急バス、西武バスなどでも、 同様の音色のものが採用されている。栗浜営業所の一般路線車は独自仕様として、車体側面の裾部に白色の反射テープを装備している。これは栗浜営業所から大森や絹笠などの営業所に転出した車両もそのままである。ため、栗浜営業所からの転属車であることが一目で、わかる。2008年以降に導入の新車は、 緑色に着色したスモークガラスを採用している。2011年の導入者から大型車のホイールが ISO 基準の10個穴になるなどのマイナーチェンジがあり、車内では三角形の吊り革を採用した。三角形の吊り革は新車だけでなく既存車両の更新工事でも採用されることになり、年々割合が急速に高まっている。 三角形の吊り革は2010年導入の羽田空港シャトルバス用車両で初めて採用され一般車両は2011年以降導入の新車や更新工事車で本格採用となった持ち手は東急バスと同じおにぎり型が多いが角張った形状のものを装備する車両もある三角形の吊り革は 親会社の京浜急行電鉄では2100系電車車内の一部箇所で採用例があるのみである。京浜急行バスでは登録番号の他に自社で車両を管理するための固有番号として車番を付与している。所属営業所を示すアルファベット記号と原則として4桁の数字で構成される。不満法則は以下の通り。 最初のアルファベットは営業書記号を表す。アルファベットについては、現行営業書を参照。営業書記号の前に、用途記号のアルファベットが付くこともある。数字の最初の1文字目はメーカーを表す。最初の1文字は、以下の通り。次の2文字目は、年式の西暦末尾一桁となる。メーカーを表す数字の奇数、偶数は10年ごとに入れ替わる。 西暦末尾が5の年から入れ替わる。このため20年間は、シャバンが重複しない仕組みになっている。1985年以降は、以下の通り、末尾の2桁は固有番号である。固有番号と実際の導入順は、必ずしも一致しない。京急観光バスでは3桁数字のシャバンを使用していた。東洋観光では3桁数字のシャバンを使用している。 川崎鶴見臨行バスでは、京浜急行バスとは異なる、独自の不満法則を採用している。詳細は、各社の車両記事を参照。2008年2月16日から2月29日まで、羽田景急バスが、日本空港ビルデングより、受託運行している、羽田空港ターミナル間無料連絡バスにおいて、国土交通省の 次世代抵抗会社開発推進プロジェクトにあたる非接触充電システムを使用した日のブルーリボンシティープとハイブリッドバスが運行された。東野湖サミットを控え国土交通省が次世代抵抗会社のリサーチ及び関係各国へのアピールをするための政策の一環である。こちらの車両は車番が NH3799 であり、 98がいない中で特殊な車番が用いられたが、メーカーからのリース車両でありすでに返却されている。走行用バッテリーの充電システムは、羽田京急バス、東京営業所に仮設されていた。また同時に、次世代抵抗会社開発推進プロジェクトにより、羽田空港内の無料連絡バスには、ハイブリッド車2台が投入され、2008年1月31日より、 運行を開始した。同年7月にエアロスターエコハイブリッドを2台追加で導入。2010年5月現在では、ブルーリボンシティ1台、エアロスター4台が収益していた。車両導入に際しては、国土交通省や東京都から補助金を受けている。エアロスターは、不調が続いたことから早期に置き換えられ、2015年10月現在では、ブルーリボンシティに統一されていたが、 2016年3月には、日の新型ブルーリボンハイブリッドが1台投入された。これに伴って、ブルーリボンシティのうち NH3801 号車が一般路線に転用されている。京浜急行バスで役目を終えた車両の多くは、日本国内の地方事業者に譲渡されて引き続き使用されている。神奈川中央交通や小田急バスなどと同様に、古くから、 全国の地方事業者に廃車車両を供給しており、上都先は、北は、北海道から、南は、沖縄県まで広範囲に存在する。神奈川県を含めた、首都圏が自動車 NOX、PM 法による、排出ガス規制強化地域に指定された2000年以降はさらに増加している。青森県の南部バスには、多数のイ子図車が移籍している。近年では、 沖縄県の那覇バス、琉球バス交通、北海道の函館バス、北海道中央バス、JR、北海道バス、岩手県の岩手県交通、熊本県の九州参考バス、熊本電鉄、熊本バス、熊本都市バスへの譲渡が特に多いほか、これまで、京急中古とは無縁だった事業者への譲渡も増加している。2016年には、夜行高速バス、 パイレーツ号の東急トランセへの路線移管に伴い、新小安営業所と羽田京急バスに在籍していた、高速バス用のエアロクインアイが2台、東急トランセに移籍したことも特筆される。この2台は2005年度導入の NH5535J5533 号車で、 それぞれ東急トランセゲバ営業所の SI3560、SI3561 号車となっている。また、一部の車両は、ミャンマースリランカなど海外へも輸出されている。北朝鮮の経済特区、ラソン特別市で、京浜急行バスの上渡車両が走ったという事例も、ある。大阪府寝屋川市のプリンセスライン株式会社が、2009年内の一時期、 京急バス株式会社という称号を用いていたが、資本及び人材も含めて一切の関係はない。プリンセスラインは1983年1月25日にセレモニー観光として設立した貸し切りバス事業者だったが、2005年3月31日から京都市内で路線バス、プリンセスラインバスの運行を開始し、乗り合いバス事業に参入した。赤い車体が トレードマークで、この図書区は、現在も使用されている。同社は2009年4月6日に、京急バス株式会社へ、社名変更した。これに対して、京浜急行電鉄は、京急を商標登録しているため商標権の侵害として、抗議し、混同の恐れもあり、京急ブランドを維持するためとして同社に、社名変更を求めた。 また、京浜急行バスも、自社サイトで無関係である旨を告知して、注意喚起した。同社社長は、新聞社の取材に対し、営業地域が違うので大丈夫だと思った。商標登録までしているとは知らなかったと語ったが、抗議を受けて2009年6月13日に社名を再変更すると発表。新社名は、京都急行バスとなった。 同社は、その後2015年に、プリンセスライン株式会社に、再度社名変更している。ありがとうございます。